しもし、時間だよ。起きてた？うん、大丈夫、起きてた。そう、じゃあ現場で。はい、じゃあ。ねえ、文字変換ってさ、使ってない言葉絶対出てこないよね。そう思うけど。どうしたの？誰かいじったみたいなの、携帯。え？誰？わかんない。自分で打って忘れたとかじゃないの？そうかな。あ、最近ユキ、うちらの中でも結構グラビアとか仕事来てるから、それで恨んでるやつかも。え、そんな子いる？マリナとか。そこまでしないでしょ。わかんないよ。マリナ、ユキに仕事取られたってマジで言ってたから。そう。124円、622円でございます。1000円お預かりいたします。付き合ってくれってしつこくてさ、あんな女やったら終わりだっつうの。でえな。無理でしょあいつは。ああ、この間の子は？ああ、明日飯食うよ。マジ？マジ。お前、いつの間に？帰り際にアドレス聞いといた。相変わらず。なあ、今から飯食うからさ、また後でかけていい？じゃあとりあえず。はい。
われた。ふざけんだよ。
お邪魔します。どうぞ。相変わらず綺麗にしてるね。まあ事務所に家賃払ってもらってんだし掃除くらいはね。私は無理。今度掃除に来てよ。は嫌だし。何これ。ああファンからもらったプレゼントの中に入ってた。映画かなんか。私の好きなお笑い番組とか録画して送ってくれんの。見ていい。いいけど。え？何これキモい。本当。ちょっとハゲてるの。仕方ないよ。ゆきちゃん。やばいよね。お誕生日おめでとう。ゆきちゃんがビッグになって。からどんどん離れていく感じがして寂しいです。今度のお前はユキの親だって。確かにね。待ってください。応援してます。やばい。じゃあはいバイバイ。はいバイバイ。ねえなんでビデオレターなんて送るんだろうね。バカみたいだね。もう一枚あるよ。いいよもう。ビデオレターだったら面白いじゃん。スタート。こんにちは。こんばんはかな。うわ出た。ゆきちゃん。そうって。もう19歳だね。じゃあ歌います。え歌うの。ハッピーバースデートゥーユー。こいつやばいね。トゥーユーハッピーバースデーデアユーキちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。
よ。何なんだよ。おい、なんだよ。なんだよ、ふざけんなよ。おい、おい、じゃあ歌います。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Yuki ちゃん、 Happy birthday to you。
源さん。そうです、あの不在票が。あ、はいはい、先ほどお伺いしました。あのこれからご在宅で。はい、ではあのまた夕方ぐらいにお伺いしますけども、よろしいですか。お願いします。ミラモスさん、コンドル便です。ミラモスさん、いらっしゃいますか。またかよ。源さん、不在票ですね。そうです。あの失礼ですけど、今日は確実にご在宅でしょうか。はい。すいません、何度伺っても留守なもので、一応確認させていただきました。ずっといました。は？いや、でもすぐに来てください、今しかないんです。今しかって。ドアは開いてます。は、ではあのすぐに。お待たせしました。コンドル便です。源さん、いるんですか。源さん、
根本さん。行ってきますと。いい天気。誕生日の空。ただいま。おかえり。どうだった？お母さん、もうすぐご飯だから手洗ってなし。うん。行くよ。あ、はい。ミネストローネ、イタリアンなんて珍しいね。いただきます。カエデ好きでしょ？でもタケシがあんまり好きじゃないんだよね、トマト系。え？この間もロールキャベツトマト味にしたら怒ってぶちまけちゃって。うん、そっか。大丈夫、慣れてますから。明日カレーでも作るかな。食べたいって言ってたし。やっぱりチキンがいいよね。
駅前のスーパー何時までだっけ？え？あ、8時。そっか。じゃあ行けるかな。うん、美味しい。そういえばたけしの部屋電気ついてなかったけど、ご飯もう持ってったの？やっぱり持ってってないんだ。どうして？ねえ、たけしと最近喋った？うん。じゃあお父さんは？やっぱり私とだけなんだ。ねえ楓、どうだったの？今日面接だったわよね。どうして無視するの？もういい、私が何か作る。楓、たけしのことはいいから少しは自分の心配しなさい。お前だって大変じゃないか。就職はどうするんだ？私よりうちの方が大変じゃない。大きな声出さないで。隠したってこの辺りの人とっくに気づいてるわよ。たけしがこうなったこと。誰もたけしのこと聞いてこないし。それは二人だってそうだよ。最近は2階に上がろうともしないじゃない。私たち家族でしょ。分かった、分かったから座って話そう。お願いだから無視しないで。たけしとちゃんと向き合ってほしいの。おはようでもお休みでもいいの。毎日一言でいいから怖がらずにたけしの部屋に行って声をかけてほしいの。そしたらたけしもまたこのテーブルでご飯を。そうだな。たけし、お腹減ってるよ。行かなきゃ。ダメよ。ああ、もう遅いから明日にしなさい。食べなさい。もう好き嫌いする年じゃないでしょ。トマトも食べれるようにならないと。ミネストローネおいしいよ。
ユキ、今日一日なんかおかしかったからどうしたのかなって思って。うん、いろいろとね。大丈夫？ねえ、今日泊まりに来てくんない？え？駅まで迎えに行くから。これであなたも催眠術師になれますか。五円玉をじっと見つめてください。お母さんはだんだんまぶたが重くなってきます。重くなって重くなって目を開けていられなくなります。だんだん気持ちよくなってきて深い眠りに入ります。私が手を叩くとお母さんは猫になります。ドラ猫になってしまうのです。お母さんはドラ猫になりました。ドラニャーン。子供だと思ってバカにしてもういいよ。お姉ちゃん暇そうだね。何？何の真似？いいからいいから、ちゃんと見ててよ。すぐ影響されるんだから。集中しないとかけられないよ。はいはい。お姉ちゃんはだんだんまぶたが重くなっていきます。あんまり重いので目を開けていられなくなります。そうして深い眠りに落ちていくのです。私が手を叩くとお姉ちゃんは鳥になります。空を自由に飛び回るトンビになるのです。バカしい。つまんないの。あ、もしもし。え、なんか着信あったけど、どうしたの？うん。あ、出たそれ。うん、どうした？その後。
かってたの。もしもし、どうした？日曜日？うん、大丈夫だよ。誰かがずっとそこに座ってるってこと？そう思う。ありえないでしょ。だったら私が見たの何なの？まさか。冗談だよ冗談。大丈夫。いい？そんなに気になるならもうその道通らなきゃいいじゃん。
笑>